いいですか。宇都隆史君。自由民主党の宇都隆史です。本日は震災対応誠にお忙しい中、各級大臣副大臣におかれました、こちらにお越しいただきまして本当にありがとうございます。また全力で災害に対応に当たってくださってますことを心から、敬意を表したいと思います。その上で、質問に移らせていただきますが、私実は先週末金曜日から日曜日にかけて宮城県の震災地に入ってまいりました。震災の後が一番ひどいと言われる、沿岸部を中心に仙台市内から行きまして石巻、女川、あるいは県南の方にも行きまして渡里町、あの辺をすべて見てきたんですが、テレビの映像で見るのと実際の目で見るのでは本当に大違いと、やはりあそこの現場に行って肌で感じてみなければこの震災の恐ろしさ、被害の凄まじさ、これは分からないなということを改めて、一議員として感じた次第でした。特にひっくり返ってですね、折り重なった車の数々もそうですし、もともと家屋があった住宅地には家なんか残ってないんです。家が残っている、形を残しているところはですね、そこに建ってた家ではなくて、もうどこからか流されてきた家、あるいは場所によっては、集落地があったところが集落ごと丸々飲み込まれて何も残ってないという場所もありました。田畑にはですね、いまだに水が、あぜ地も残ってないような形で水が溜まってまして、中に車が散乱しているもんですから、車から流れ出た油膜が表面に浮かんでて、あれはしばらく、稲は育たないだろうなと、あるいは海の近くに行ってみますと、おそらく、漁師さんが大切に使っていたであろう漁船がですね、完全に上に乗り上げてしまって、船底の一番頑丈と言われるそのキールという部分が完全に折れてしまっていると、全くもう修理のしようもないと、そういうような状況の中で、状態を一言で本当に表すとしたら何という表現をしたらいいんだろうと、私はまるで戦争で爆破された後のようだなと、こういう表現が最も近いんじゃないのかなと、あまり適切じゃないかもしれませんけれども、災害でやられたという表現はもう適さないんじゃないか、そのような感想を受けてまいりました。その中でような自然の猛威にさらされては人間の力などというのは本当に非力だなと思うわけですけれども、その中で亡くなられた皆様に関しては心から哀悼の意を表したいと思うわけです。さて今回の地震に関してですが、ともすると阪神・淡路大震災の時の規模、あるいは予算額等々に比べられて論じられることが多いわけなんですけれども、我々やはり、国政を預かる人間としてそこを混同してならないのは、システムが全く違った地震だということです。阪神・淡路は直下型地震ということですから、規模の範囲も非常に狭い、ただし非常に深い震度で起こってますから、建屋がそのまま縦に崩れるような地震でした。最終的に行方不明者が見つからなかったという数もすごく少なかったのは、ある程度その家の中に閉じ込められているのが予想できたということなんですが、今回のは直下型ではありません。海溝型といいまして、要はプレートが、ずれるはずみで起こったことですから、非常に大きな範囲で起こっているというのが特徴です。で、実際に現地に行きまして、もう一つ大きな特徴は、先ほども、いろんな状況、ルール述べましたが、津波なんです。実はですね、地震でやられて、壊れたというのは、実はそんなに大きな被害はなかったように私の目には映りました。確かに道路が大きく陥没したり割れたり、橋が落ちているところはありますが、それ以上に津波の波による被害というのがこれ大きかったように感じるわけです。阪神・淡路大震災の時は、実は、阪神大震災、あるいは京阪神震災といろいろ名称が変わりながら、28日目においてようやく政府の方で統一見解を出して、阪神・淡路大震災ということで統一名称をすると、その名前で復興していくということになったわけですけれども、本日で、約20日間程度経っているわけですが、現在のところでもこの、まだ名称については統一を図られていない現状であります。もう少し、日を置けば、政府の方からこの統一見解で行こうという話が出てくるやに思うんですが、そこで一つ私は質問に先立って、ご提案したいことがございます。このですね、名称の中にぜひこの大津波ということをぜひ入れていただきたいんです。と言いますのは、現地を回って被災者の皆様にいろんなお話を聞いたときに、真っ先に皆様が言われますのは、地震が来るというのはかなりの高い確率で、もう予想していたと。しかし、津波が、こんな大きな津波が来ることは予想していなかったと。皆さん口々に言うんですね。
実は岩手の方で明治29年、あるいは昭和の8年に大津波がございました。三陸大津波としてこの被害を受けた方々のところでは、受け継がれている大津波の伝説らしいんですが、そこの方々というのは非常にこの津波に対する警戒心も高く、被害者も少なかったというふうに聞いています。で、今回の実は福島原発、まだまだ終局には至ってないわけですけれども、これの直接的な原因も地震ではなく、やはり津波の影響があったかに思います。ぜひですね、この津波の影響が甚大であったんだということを後世に残すためにも、この名称を残していただけませんかということで、福山内閣官房長官にこれはよろしいんでしょうか。よろしくお願いします。福山内閣官房副長官。宇都委員におかれましては、現地をご視察されて、そのことに対する思いをこの場でご披露いただきまして、本当にありがとうございます。今の地震の名称につきましてでございますが、政府内でも名称の統一については検討入っております。その中でどのような形にするかということはまだ検討中でございますので、今の委員のご指摘を踏まえていろいろな形で検討していきたいと思っております。後藤隆君。これは統一性を図るということの意義だけではないと思うんですね。その名前をやはり後世の方が聞いたときに、何の地震であったのか、何の災害で我々が被害を受けたのかというのを直感的にやはり分かるような名称にしていただきたいと、これを要望いたします。さて次の質問に移らせていただきますが、さて今回の災害、非常に大災害ではございましたけれども、なんとかこの災害から生き延びることができた被災者の皆様方のところにも行ってまいりました。皆様、命があることに非常に感謝してですね、報道の中では、何か非常にこう、被災者の皆様が弱っているような報道がなされるわけですけれども、私が実際目にしてきた被災者の皆様は、本当に共に助け合って、今あることにやはり感謝をして、そしてやっぱり地元の我々が立ち直っていかなきゃいけないという復興の灯火がですね、少しずつ芽生え始めている。逆に中央から行きまして、私が勇気をもらったような一面もありました。そういう中で現場の被災者の皆様が、本当に心から、信頼と尊敬の念を持って、皆さんが見つめているのが、実は自衛隊の隊員であったことに、私も自衛隊 OB として非常に嬉しく思いました。私が行った時もちょうど隊員がいろんな活動をしているところだったんですが、雪がちらつくような寒さの日でした。まだ、今年は雪が多いようで、今の時期になってもまだ雪が降っているような現状です。その中で、膝上まで、溜まった田んぼの中に隊員が水が入らないような装備をしてですけれども、水に浸かりながら竹竿を持って、行方不明者といいますか、実際見つかった時にはもうほとんどご遺体なんでしょうけど、それを捜索していると。そのようなことで隊員たちはですね、大変だろうなということを、東京の皆さんも言われてますし、被災者の皆さん方も本当にご苦労されてありがたいという話をしています。ただ私一 OB としてこれは思うんですけれども、現場で頑張っている隊員はですね、大変という気持ちでやってないと思います。今こそですね、国民の皆さんのこの負託に応えられている。信頼に応えて、やれていると。自分たちの存在がここにあるんだということで、危機としてという表現は当たらないかもしれませんが、自分たちの任務に誇りを持ちながら今仕事をしている、このような、現場にも出くわすことができました。実際に現場で戦ってる、頑張ってる隊員の皆さんがですね、心にやっぱり抱いているのは、この国に生まれ、この国を愛し、この国の旗のもとに集い、この国を守ると、それを自衛官の矜持として頑張ってる隊員の皆さんです。で、そういう隊員の皆さんの真摯な行動を目にするにつけですね、しばらく前にありましたことで、私は感化できない記憶がまず蘇ったことがありました。質問に関しては蓮舫大臣に質問させていただきます。蓮舫大臣、まずこの地震発生後、被災地の方には行かれましたか。蓮舫国務大臣。まだ行っておりません。ぜひですね、行って、高志君。すみません。ぜひ行ってですね、この自衛官、頑張っている自衛官の姿を見ていただきたいんです。と言いますのも、蓮舫大臣、事業仕分けを担当されまして、昨年の11月でした。予算に関する自衛隊の増員要求をめぐっての、やり取りが、一昨年ですいません、ございまして、その中でこういうやり取りがあったわけなんです。防衛省担当者の方からは、任務が非常に拡大していると。この災害派遣もそうですし、いろんな海外任務も出てきています。この任務の拡大と、そして安全保障の環境が存在すればいい自衛隊から、やっぱり実際に動ける自衛隊に変わってきておりますから、厳しくなってきている。これを踏まえた上で必要な第一線部隊の自衛官の実技の充足を向上させてくれと。こういうような要求だったんですが、蓮舫大臣の方からは、
もちろん国防も大事だけれども、生活からすれば医者研究者等が各省削減の努力をしているのだから、防衛省だけが増員要求をするのは説得力がないと、まあ、このようなご発言だったわけなんです。この、事業仕分けの中の評価者のコメントシートの中でも、駐屯地の統廃合、あるいは管理部門の削減、広報部隊の民間委託、こういう努力不足が明らかであると。で、特にこういう防衛関係のみが、公務員の人員削減計画からあまりにかけ離れており、正規になっているんではないか。まあ、こういうコメントの中で予算計上を見送りというふうにされたわけなんです。この未曽有の災害に対してですね、現在、政府の指示で、あるいはまあ総理の発案かもしれませんが、10万人という、今までかつて災害派遣としては見たことのない規模の人員を投入しているわけですね。蓮舫大臣、今この10万人を投入させた側の立場として、あの事業仕分けをしたときの立場と今、同じ感覚でございますか。蓮舫大臣。まずもって、今、宇都委員からも現地を視察をされ、宇都委員の先輩、あるいは同期後輩の自衛官が、本当に頑張っている姿というのをご紹介いただきまして、ありがとうございます。自衛官のお一人お一人の皆様方が、被災者の救援、あるいは原子力発電所、その収束に向けたの努力、大変厳しい環境で行っていることに、私も心から感謝を申し上げたいと思います。その上で今、仕分けに関してのご質問でございましたが、そもそもこの自衛官の実員を削減していくというのは、これは平成18年に成立をしました行革推進法で定められている。一般職の国家公務員に準じて自衛官の数も削減をしていこうということが決められて、そして毎年毎年5カ年の中で削減をされてきている。その中で自衛隊の様々な行わなければいけない任務に応じて実員増の要求というのが毎年いただいているというのも、これも承知をしています。他方で今ご紹介をいただきましたけれども、例えば文科省であるとか、あるいは厚生労働省であるとか、同じように行革推進法において定数を削減しなければいけない部分で、独立行政化、法人化をすることによって、国家公務員の定数外として、お医者様、研究者、あるいは、大学の先生等を、減らすために努力をしてきている苦労もある。で、そこにおいても人員増という要求は当然ありました。税収増、あるいは税界収入が増、安定的な税収があれば、そのすべての要望に、やはり国防とか、命の安全とか、優先順位をつけて認めていくというやり方もあったでしょう。ただ残念ながら、今この国の財政状況を考えたときに、なかなかそこをすべて認めていくことは難しいという部分で、事業仕分けも通じた様々な努力で、行政改革というのは進めてまいりました。その上で仕分けの中で、これは実際にその場で明らかになったことですが、自衛隊にもご努力をいただいて、アウトソーシング、広報部隊の中で、例えばクリーニング業務に従事していた人員を削減をして、そして外部に委託をするという形でご努力もいただきましたが、人員削減した額とアウトソーシング、委託をした額が全く同じだった。通常であればアウトソーシングすればその部分は行革で、予算というのが乗じるわけですけども、そこが実はなされていなかったこともあり、ここの部分はもう少しご努力をいただきたい。その部分で中規模ですとか、あるいは、様々な防衛大綱を決める中で自衛隊はどうあるべきかというのはご議論をいただきたいというのがあの時の仕分けのまとめでございます。ただ今ご指摘をいただいた現段階において自衛隊に求められている役割、想像以上のものがあるという問題意識は私も共有しています。宇都隆君。行政仕分けという非常にですね、まあ、矢面に立たされる蓮舫大臣のお気持ちも非常によくわかるんです。で、財政が非常に厳しい折ですから、個々の、まあ、部分最適だけを述べていては全体最適は測れないわけですね。ただしですね、私やはり、ご理解いただきたいのは、あの時に広報部隊のやはりアウトソーシング、民間委託というのを非常に強調された。これは今でも変わりませんか。端的にお答えいただきたいんです。蓮舫国務大臣。広報部隊の行っている任務次第だと思います。何でもかんでも広報部隊を全部民間にして、そして第一線を厚くしようという考え方には立っていません。宇都隆君。あの時の事業仕分けの中でですね、ともするとこういう言い方がやはりされたんですね。第一線部隊以外の広報部隊はということで。ただですね、それは非常に誤解を生む、まあ、用語だと私は思うんです。と言いますのも、今回の災害派遣、現地で活躍されている部隊、どういう部隊かご存知ですか。広報部隊なんですよ。特にですね、やっているのは施設の部隊、橋を架けたり道路を補修したり、輸送の部隊、それから一番大変なのはロジスティックの補給の部隊です。
物品を調達して分割していく、そして実際炊き出し等々しているのも、まあ、給食支援の舞台ですね。で、今のこの給食云々に関しても、例えば、航空自衛隊もそうでしょうし、海上自衛隊も、部外委託をしていることが、これは多くなってきております。あるいは、基地の入り口の、営門、警備というのは、実は自衛隊にとってはもう基本中の基本なんですけれども、それもまあ民間委託している。これで防衛上本当に大丈夫なんだろうかという事態が発生しているんですけれども、やはり私はこういう災害が起きた時もですね、結局頼らざるを得ないのはこういう自衛隊になってくるんじゃないかと。今回の防衛大綱の、見直し、あるいは中規模の中でもともすると、中国の軍事力の対抗、軍事的な正面が南に移ってきたんだということで、動的防衛力を中心にして航空戦力、あるいは海上戦力を厚くしようという話が出てきておりました。私は一つ警戒をここで示してたんですね。というのは、実際の武力攻撃事態になったときはそうかもしれないけれども、平時において地域の地方行政と密接に関わり合いながら、本当の意味で生活を支援し、災害派遣等を実際に行っているのは、実員能力を持っている陸上戦力だと。これを本当に減らしていいんですかという話を実はしてたんです。この辺はですね、また今後事業仕分けと、また予算が少ない中での、考え方もあるでしょうが、十分にやはり考慮していただきたい分だと思います。今回、事業仕分けの中では、その自衛官削減の話以外にもですね、災害対策予備費、あるいは学校の耐震化予算、こういうことに関しても随分事業仕分けで、切らざるを得ない部分があったかに存じます。まあ、こういうようなですね、現場の本当に際に行ったところを本当に見えているのかというところに疑いが残る中で、まあ、生活が第一どころかですよ。こういう災害が起こった時に本当に守らなきゃいけない国民の生命までも危険にさらす可能性があったということに関して、蓮舫大臣、ご自分でどのようにお考えですか。蓮舫国務大臣。それぞれ、個別の事業の仕分けをすべてご覧になって、議事録もご覧になった上で質問をされていると思います。総論でここで短い時間でやり取りをするのは誤解を呼ぶかもしれませんが、事業仕分けの結果を受けて、事業の目的は否定していないわけですから、国民の命を奪うために予算を削減したことは一度もございません。ただ、その中で各省が努力をして、日本の経済状況、財政状況を考えて、ご努力をいただいて、そしてその上で説明責任を各省が持っていただく、政府としてそれを進めていくということは、今でも私は変わりはございません。宇都隆君。端的にお答えいただきたいんですが、事業仕分けの中で、これは国会の中でも散々質疑もなされましたでしょうが、もう一度お尋ねしますけれども、事業仕分けの中で使われているこの無駄という言葉、この定義を蓮舫大臣どのようにお考えですか。蓮舫国務大臣。私は比較的慎重にこの無駄という言葉を使わないようにしてきました。私は税金の浪費という言い方をしてまいりました。それは、例えば、一つの事業の目的を達成するために、直接例えば民間に発注すればコストがそれなりに抑えられるものを、あえて、例えば天下りや渡りがいるような団体を迂回して、中間経費を上乗せをすることによって、税金が本来低く抑えられるものを高くなって浪費をされている部分はしっかり見直していこう。こういう考えに立っておりました。宇都隆君。税金の浪費という言い方をしても、無駄という言い方をしても、私は根本的にお考えは一緒だと思うんです。短期的に結果が出るもの、あるいはその額で少なく収まればそちらの方が効率的ではないかという、そういうまあ考えに立たれているわけですね。でもそれにそぐわない、やはり場合があるわけなんです。特にこのような災害の対処、あるいは防衛の対処に関して、この無駄というところに当てはまらない危機管理、防衛というのは逆なんですね、発想が。徒労に終わった方がいいんですよ。杞憂に終わった方がいいんですよ。この防衛力が実際に発揮されることが起こらない方がいいんです。そのために税金をつぎ込まなきゃいけないんです。それを無駄と称してですね、できるだけ安く上げようとしていくことに、私は非常に、ご答弁は結構です。それ自体が、この事業仕分けの何か本質を、まあ、見間違っている部分があるんではないか。事業によってはですよ、端的に成果が出るものもあるかもしれません。ただしですね、長期的に見なければならないもの、あるいは、それは一義的には無駄と映るものでも、長期的に考えればそうではないという部分を、しっかりと、見据えた上での、まあ、今後の事業仕分け、政治パフォーマンスに陥らないようなことを、お願いしたいと思います。もう一つ、この10万人が、まあ、現場に出ているということで、これは、防衛省の方にお伺いするんですけれども、
24万人体制というのは、まあ、必要最小限度の戦力ということで構築しているわけです。何か武力対処事態が起こったときに一正面対処するための24万人なんですが、現在残された12万人で武力攻撃対処が起きたときにどのように対応できるのか、この対応可能性をちゃんと防衛省の中で持っているのか、ご答弁願いたいと思います。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。まず先ほどのその事業仕分けの関係でございましたけれども、私どもとしてはそこで指摘された事項というものはすべて踏まえた上で大綱中規模の中で、いろんな議論を重ねましたし、それから四閣僚を中心にした議論の中でもそういった問題意識を反映して現在の大綱が出来上がっているということはぜひご理解をいただきたいというふうに思います。でその上で現在の10万人以上の体制でございますけれども、ここでやはり活躍をしておりますのは第一線の部隊だけではなくて、先ほどご指摘がありました広報部も含めてですね、自衛隊総力を挙げてやっていると。で現在なぜこのような対応ができているかといえば、事前のそのプランニングというものがありまして、まさにみちのくアラート2008でやったことを上回った事態でしたけれども、それに対する対応をやっているということでございます。それでその上で、じゃあ現在のその10万人以上の規模というものが自衛隊の体制にとってですね、どういう意味を持っているかということでございますけれども、これは現在の災害に対応するための規模ということで、ある程度の継続性を考えながら、陸海空も合わせた体制でございまして、陸上自衛隊としては7万人程度で今ピークに来ております。ですから今後のいろんな体制ということを考え、あるいは周辺海域の防衛ということを考えた場合に、これ以上の体制をさらに強化するというのは非常に厳しいであろうと。やはり最低限の守りというのは、この周辺海域、区域、すべてのところでやっていかなければいけないというふうに思っておりますので、我々としては、だんだんその事態が回復にするにつれてですね、民間の方々の方の活動もやりですね、それぞれのライフラインの復活等を各部門で一生懸命やっておられると、それを全体としてより効率的にしていってですね、現場の方でより自立が進んでいくようなものを早く作ると。で、それと同時に我々としては現在の体制というものをうまく維持しながらですね、全体の守りには万全を期していくと。最小限の体制というものはできていると思いますし、もし万一また別の事態があればですね、それに対応する体制を当然取らなきゃいけないというふうには思っております。宇都隆史君。答弁が長くて内容がね、全然わからなかったんですけど、要は対応できないんですよ。残り12万では、実際の武力攻撃対処には。そのことを防衛省はちゃんと言わなきゃいけないんですよ。災害に関してはいつ起こるかわからないんでしょ。武力攻撃対処が起きた時に同時に起こるかもしれないんですよ。でも同時に方面対処というのは想定してないんです、防衛省は。一正面に24万人全てを投入し、プラスアルファ米軍の助けを借りた上でこの国を守れる前提に立っているんじゃないですか。だから防衛省としてはこれでは人数が少ないよということをやっぱりちゃんとこういう時にですね、声を大にして言ってください。現場に全てを押し付けてですね、お前らがやれと。で、お前らが言われた通りにできて、あ、よかったね、できたねじゃないんですよ。やはり上にいる防衛省は役所としてちゃんとそこのところを政府として訴えかけていくということの努力を要望したいと思います。質問として次に移りますけれども、先ほど山谷えり子議員の方からも質問にございました。福島、仙台において、容疑者を釈放した件について質問をさせていただきますけれども、全体の把握として、私の把握しているところは、福島の33名、仙台の27名、この、トータル60名でしょうか、このように把握しておりますが、これ以上の数でございますが、全体の状況を教えてください。小川法務副大臣。ご指摘のとおり、仙台地検管内30名、福島地検管内31名でございます。宇都隆君。先ほど、法的には問題ないと、基本的には現地の検事が判断することであるというようなご答弁ございましたけれども、これ、普段であれば、もちろんやらないわけですよね。今、このような緊急事態であるからという条件が加味されているというふうに捉えてよろしいですか。小川副大臣。そのように、捉えて結構でございます。なおちょっと先ほど答弁足らなかったんですが、釈放そのものは警察の事情とか食料の事情というようなことではなくて、あくまでも私が述べた検察官のそれぞれの判断でございます。宇都隆君。基本的にはこれ平時と違うというところでできないという部分は、いわゆる業務量が過多になっていて、人的にそういう余裕がないと、そのように捉えてよろしいんでしょうか。小川副大臣。そういう視点ではなくてですね、
被疑者を拘留しておるわけですが、拘留して被疑者だからといって、災害に合わせていいわけではなくて、やはり生命身体の安全を守る義務があるわけでございます。あの状況の中で、余震がまた来るかもしれないという状況というものをよく考えました。それから先ほどもお話もしましたが、あくまでも捜査を遂行するために拘留しておるわけですが、その捜査遂行そのものが、まあ被疑者本人は拘留しているから取り調べできますが、参考人に関してこれの出頭を求めるというのが大変周囲の状況、世の中の状況に合わないということを考えまして、釈放してよいと考えられるものは釈放したと、このようなことでございます。宇都隆君。容疑者のいわゆる人権あるいは生命を守るという考え非常に大事だと思うんですけれども、同時にですね、被災者の皆様方 その治安をいかにして維持するかというこのバランスは非常に大事だと思います。で、今回のやり方は非常にその国民として納得がいかない、被災地の皆さんも納得がいってないやり方なんではないかなと。もしそれなりのちゃんと説明があるんでしたらですね、ちゃんとその辺の説明責任を果たして被災地の皆さんが安心できるような状況でやはりそういう容疑者を一旦釈放するということをされるのが一番望ましいんだと私はこのように思います。国家公安委員長にお伺いいたしますけれども、先ほど被災地ならではの犯罪は頻発をしておりますというようなお話でしたが、具体的にどのような犯罪が頻発してますでしょうか。中野国家公安委員長。若干被災3県で、いわゆる同じ時期といいますか、昨年の3月11日からという形で、26日までという形で比較をしながら取ってみましたのがあります。窃盗犯がやはり、数としては多いのでありますが、岩手などは逆にその期間だけで言いますと減っております。取り方は刑法犯全体として、また窃盗犯の中に空き巣が何件、忍び込みが何件、事務所荒らしが何件、出店荒らしが何件、非侵入窃盗が何件というような取り方はいたしております。宇都隆君。地震があってから30数分後に津波があったわけですね。で、そもそもこの津波という可能性をみんな、現地の方々はそれほど大きなものと捉えていなかった。中にこういうようなお話も聞きました。もともといた窃盗団は30何分の間に実際にその空き巣に入って、沿岸地に入っていたんじゃないかと。ですから岩手で減っているというようなお話されましたけれども、そのような、考慮もあるのかもしれません。ただ昨日付3月30日朝日新聞ではですね、震災発生から26日までの出店荒らしなどの窃盗が、宮城です、これは、県内で280、被害総額は1億円に達すると発表した点、このような報道もあったんですね。非常に、現地は治安の状況が良くないというようなことを聞いております。私も、先週末、現地に入ってまいりまして、各、地方自治体を預かる首長の皆様方にお話を聞きましたところ、被災を受けたときに現れる現象ではあるというような認識をされた上で、やはり窃盗が非常に多いと。そしてなかなか警察の力だけでは頼れないものだから、自分たちでも自警団のようなのを作って見回りをされているような、このようなお話もされてました。実際ですね、警察、現地で動かれている総員数はどれだけいますか。中野国家公安委員長。被災3県で合わせまして、警察官の数は8000名であります。で、基本的に今、常時プラス3000名、全国の各都道府県警察から応援、これを入れ替えたりしておりますので、トータルといたしますと、その警察官だけですでに1万2000人超えております。現地における常時活動しております警察官は、8000人プラス3000人の1万2000人。ただ、これからまた、いろんな防犯上のことや、そしてまた、今日から、女性警察官に避難所へ、それぞれ行って、いろいろ相談でありますとか、そういうこともしていただくとか、という形で、増えてきております。宇都隆君。
ぜひですね、警察、その他の他県の警察もいろいろな業務があるんでしょうけれども、これは国家の一大事ですから、ぜひもう少しですね、警察の、集中投入というのを考えていただきたいんです。警察官は、事務系の職員も合わせると全国で29万人ですよね。29万人中、1万2000人を投入しています。自衛官は24万人中10万人投入してるんですよ。それぐらいの国家における、大規模な状況だというふうに認識してやってるわけですから、で、この治安というのも、先ほどは被災地ならではの、犯罪は頻発してるけれどもと、何かこう、仕方がない的なニュアンスを私は受け取ったんですけれども、そうじゃなくてですね、先ほども言いました、現地にやはり復興の火が灯り始めてるんです。この火を灯さないためにはですね、やはり一番大事なのは、地域の残られた方々の、この、お互いの信頼関係、相互に対して相手を信頼できるというそういう気持ち、絆をこう残していくことが一番大事だと思うんです。我々自民党もですね、今回政府が被災に関して努力されていることに対してできるだけ速報支援しようということで、絆という合言葉を中心にいろんな活動をしているわけですけれども、ぜひですね、この今やっと生まれようとしているこの絆の灯火を、その治安の悪化によってですね、お互いに疑心暗鬼が生まれるような、そういうことがないようなことを、警察としても最大限の努力をしていただきたいと、このように思います。中野国家公安委員長。被災地ならではのという言葉は別に言い訳として使ったわけではありません。一つの特色として、そういう傾向が出ることがあり得るということを申し上げたわけであります。また、動員数につきましても、私は事の職責上、自衛官と警察官の派遣人数について比較されるというのはいかがであろうかというふうに思います。別に先生も大義があっておっしゃったのではないと思います。全国の警察をそれぞれ、例えば DNA 鑑定の必要性だとか、遺体の、いかにして遺体を大切に、また保存もし、将来の証明もしていくか、身元確認もしていくか、いろんなことがありますが、全国の都道府県警察に、それぞれの資料を持ち帰って分析をするとか、いわゆる全国の警察が、この問題について、いろんな形で総動員で努力をしているという実態は、ぜひご理解いただきたいと思います。乙隆君。ありがとうございました。私も弟が県警察で仕事しておりますから、警察の皆さんが本当に一生懸命今回も努力をされている姿、現地で目の当たりにいたしました。質問を返させていただきますけれども、政府のこの危機管理の体制についての質問に移らせていただきます。やはり野党側から見てですね、いろいろな対策本部があって、一体そこの本部長がどなたで、その本部は実際どこにあって、どういう連携を取っているのかというのは非常にわかりにくい今の体制です。整理をされているものがもしかしてあるのかもしれませんが、少なくとも我々野党から見ると全然見えてこない。あるいは、政府の行政の関係者の行政職員に、これはどこにあるのって聞いても、すぐにパッと返答が返ってこないということもございます。そこで、この体制について、果たしてこれでいいのかなというところの質問をさせていただくんですが、原子力災害対策本部というのは、これどこに設置されているんでしょうか。これは内閣官房副長官。福山内閣官房副長官。原子力災害対策本部は組織としては内閣府に設置をしておりますが、設置場所は総理大臣官邸としております。宇都隆君。組織としては内閣府に設置をしているということで、私も官邸に所在するということは確認をしていたんですけれども、このもともとの原子力災害対策特別措置法では内閣府に設置しなさいということになっているわけですよね。で、じゃあ実際に今回の原子力災害に対する内閣府の位置づけというのは、その官邸と内閣府の位置づけというのはどのようになっているんでしょう。福山副長官。宇都院にお答えをいたしますが、宇都院ももうご案内のとおりでございますが、原子力災害対策特別措置法においてはですね、設置は組織としては内閣府におきますが、第2項においては、名称並びに設置の場所を直ちに告示をしなければならないという表記になっております。これはですね、我々としては今回の大地震におけるこの原発の事故については大変大きな問題だというふうに考えましたので、初動の段階から何らかの対応が遅れることは許されないということで、我々としては関係各省庁から、ご案内のように危機管理センターに情報が集約をされる官邸に対策本部を設置をいたしました。そして一方ではですね、現地の原子力災害対策本部として、福島県庁内にも
現地の対策本部として設置をさせていただきました。これはやはり現地の福島県、そして現地のプラントの状況を把握をしなければいけないから、そういった形でさせていただきました。つまり組織としては内閣府の中に設置をするようにというふうに法律上はありますが、第2項で設置場所について告示をしろというのは、その時の状況に応じて判断をしたものの場所をしっかりと国民に知らせなさいということの意味合いだというふうに思いますので、我々としては危機管理センターの所在する官邸にまず最初に設置をし、現地の福島県庁にも設置をさせていただいたという意味合いでございます。宇都隆君。法律で内閣府と書いてあるのになぜ官邸に置くのかとか、こういう言い上げをするつもりではないんですね。その辺が非常に分かりにくくなっているので、その辺の説明はやはり丁寧にされた方がよろしいかと思います。それで実際にこの原子力関係の直接指揮をされているのは副本部長の海江田経産大臣、こういう理解を私はしているんですけれども、中西経産省審議官にお伺いしますが、海江田大臣は普段はどちらに常駐してその指揮というのを行っていらっしゃるんですか。中西経済産業省審議官。今ご質問の件でございますけれども、一応経済産業大臣、そちらの方はですね、こちらの原子力災害対策本部、こちらの一応副本部長でございますので、もちろんいろんな例えば東京電力との間で作った統合本部といったところもありますけれども、官邸の方および統合本部の方ですね、その時の必要な情報を得るために必要な場所、適切な場所、指揮を取る時に必要な場所でですね、大体仕事をやっているということでございます。宇都隆君。その時々において、指揮を取りやすい場所に移動するというのはもちろんその通りなんでしょうが、普段一番その指揮を取るのに適して長い時間いらっしゃるのは経産省の中で指揮を取られているという認識を持っているんですが、そのような形ではないですか。中西審議官。具体的にですね、これ3月の15日でございますけれども、やはり現地の状況、そういうサイトのですね、最新の状況を逐一一体的にですね、獲得し、それを分析してですね、具体的に関係省庁も集まった形のですね、アクションにつなげるということで、先ほども一言触れましたけれども、統合本部というものをですね、これ物理的には東京電力の方に置いてございます。かなりその東京電力の統合本部の物理的なところでですね、うちの大臣は業務をこなしているというのが現状でございます。宇都隆君。私この危機管理に関する法律の全体の不備のところはこれ実はあると思ってるんです。その今の民主党政権のやり方の不備というよりはですね、ここのいろんな法律でそれぞれの所掌が決まってて、縦割りというかそれぞれの担当省庁が違ったりしている部分がありますし、ただその横の連携というのは政府の中で、緊密に取りながらやられてるとは思うんですね。ただそれがなかなかうまく機能してないところに、いろんな情報の齟齬であったり、伝達の遅れ等々が出ているのではないかと。それに対して、最高指揮官である総理も、イライラしているところもあるのかなと、このように思うんです。それで自民党政権時代にじゃあどうやってたんだろうという話をいろいろお聞きしますと、自民党政権時代もこういう問題点を抱えながら、しっかりとクリアできなかった。経緯があるようなんですが、そこでうまく機能していたのが、この事務次官会議というのをうまく機能させていたと。省庁の連携もあるもんですから、こういうことをやりたいと。例えば、輪番停電にしてもそうです。こういうことをやらなければならないという話が経産省で出たときに、それぞれ横の所掌の中で、これをやることに対して問題点はどこで出てくるのかと。お互いに意見を出し合った中で、事前のすり合わせをすると。そういうような会議をやはり持つ必要があるのではないかと思うんですが、現在の段階でこのような会議はどのような形で持たれているんでしょう。福山官房副長官。宇都委員のご指摘は、私は一面は正しいというふうに思います。しかしながら、それぞれの委員がこれまで何度もご指摘いただいたように、今回はですね、地震の災害と津波の災害と、そして原発の事故という複合的な状況が想起をしています。で、その中で我々としては災害対策基本法、そして原子力災害特別措置法に基づいて、それぞれの本部を作って対応しています。そして、先ほど海江田経産大臣が、東京電力との統合本部の方にかなりの時間を割いて、いていただいているというのは、我々としては、今の福島の原発の状況を安定化させることが優先順位としては高いという判断で、海江田大臣には、他の問題についても大変いろんなことについてお心を
砕いていただいているにもかかわらず、その場で、指揮を取っていただいていることをお願いをしているところでございます。一方で、被災者生活支援対策本部、これは原発の被災者とはまた違う形での宮城や岩手やですね、津波を含めた地震の生活支援については、被災者生活支援の対策本部というのを、これは松本防災担当大臣に本部長になっていただいて対応しておりまして、この会については、毎日毎日事務次官会議というか、事務次官を招集をいたしまして、それぞれの課題について、各省庁に指示を出せるような形で対応させていただいているところでございまして、私はですね、会議を何度もやることとか、会議をたくさん作ることが迅速な対応につながるとは思っておりません。こういう複合災害の中で、我々政府のやっていることに至らないことがあることは重々承知をしておりますし、そこについては全力を尽くして万全を尽くしていきたいというふうに思いますが、いたずらに事務次官をお集めをすることは各省庁の仕事の業務が遅れることにもつながりますので、そこは我々としては最低限の、いわゆる会議で、いかに迅速にですね、指示が降りて現場に行くようにするかについて、最大の関心と注意を払って対応しているつもりでございます。宇都隆君。今の官房副長官の言うことはですね、非常によくわかるんです。で、もしそれだったらですね、新補佐官を増やしたり、あるいは復興庁という新しい省庁を増やしたり、それこそね、無駄なんですよ。会議を何度も何度も増やすのが無駄だというんであれば、それよりもですね、私は思うんです。今の官僚組織、官僚制度というのをフル活用させることに全力を尽くした方がよほど効率的な運用ができるんじゃないかと。かえってですね、新しいものを作って、それぞれのまた意見がバラバラになって、その調整が煩雑になるよりは、できるだけ簡素化させて、回数を増やして、お互いの認識の共有を図る方が、より有効だとこのように考えます。もう一つの質問がございますので、その質問と、同時にご答弁いただきたいと思います。もう一つご質問なんですけれども、現在のこのですね、いろんな所掌にまたがっている、同時並行的にやらなければならないことと、この緊急事態の重要性を鑑みたときに、私はやはり、遅きに失したという感はございますけれども、安全保障、会議を、速やかに開いて、情報共有化をやっぱり図っていくべきだ。このような声は、実は民間の有識者でも非常に多いんですね。これに関して、先ほどの、私の意見に関するご答弁も踏まえて、福山官房副長官。すいません、次官の会議はすいません、2日に1遍でございました。先ほど毎日と申し上げましたが、訂正させていただきます。私は、宇都委員のご指摘は先ほどから申し上げているように、検討に値するご意見をたくさんいただいているというふうに思っております。ただしですね、例えば、内閣総理大臣補佐官は増やしておりません。定員が決まっておりますので、逆に5人の上限の中で、必要に応じて対応させていただいております。その指摘の中には、内閣の参与を増やしていることについてもご指摘があると思いますが、原発の事故に対してですね、原子力安全委員会、並びに保安員をはじめ、本当に献身的にご努力をいただいておりますが、いかんせん原発については、専門的な知見が必要でございます。内閣の官房参与に地震発生後加わっていただいた先生は、例えば原子力発電所の安全対策を専門とされている、東大の小迫先生や、例えばこれは宇都にもよくご案内だと思いますが、防衛大学校のセンター長で防衛大学の教授であります、山口昇先生にはやはり自衛隊をいかにですねしっかりと機能的にですね、そしてまた自衛官の士気が保たれながら仕事をしていただけるかということについてもご示唆をいただいておりますし、それ以外も基本的には原子力発電所の安全対策、炉の問題、そこに対してですね、官邸といたしましては、やはりセカンドオピニオンをしっかりと受けたまわると。で、なぜ内閣官房の参与にするかというと、これはですね、今の原子炉の状況も含めてですね、非常に、ある種の日々動いている情報があります。その中で我々は最大限の情報を国民に今開示をさせていただいておりますが、現実に官邸に入っていただいて議論をするときに、どの立場でその方が官邸に入っているのか、
逆に言えばそれは内閣官房の参与という立場で入っていただいているんだという状況を作らなければですね、そう簡単に情報交換とか意見の共有もできないわけですから、そこは立場を持っていただいて、その立場の中でしっかりと責任を持ってご意見をいただくという観点で、参与になっていただいているところでございまして、当たり構わずいろんな人をですね、集めてですね、意見を聞いているということではなくて、我々としては、補佐官については上限の中で対応している、参与についてはいろんなセカンドオピニオンを聞く中で立場を持っていただくことによって情報の共有ができるということを担保したいというふうに思っているので、そこはご理解をいただきたいと思います。それから安全保障会議でございますが、安全保障会議は現実の問題として申し上げれば、ご案内のようにですね、武力攻撃事態への対処や重大テロの重大緊急事態の対処に対する、総理の諮問機関でございます。で、今回の問題について、例えば安全保障会議を開いてですね、諮問をして、答えをいただいてやるよりかは、はるかに法律に基づいて、先ほど申し上げたように本部を設置をして、迅速に対応する方が、我々としては時間的にはこちらの方が早いと判断をいたしましたし、そもそも安全保障会議は、そういったものの諮問の対象に、災害や地震はなっておりませんので、我々としてはそのように対応したところでございます。宇都隆君。先ほどの質問、1点だけ訂正いたします。審議官ではなくて、参与の間違いでございました。以上で質問終わります。ありがとうございました。ちょっと、お待ちください。